金沢武士団は石川県金沢市をホームタウンとして B3 リーグに所属しているプロバスケットボールチームである。運営会社は北陸スポーツ振興協議会。2013年11月5日に公募を開始した BJ リーグ2015から16シーズンエクスパンションに元島根スサノオマジック運営会社社長の赤池大輔が代表を務める石川県プロバスケ設立準備委員会が応募。その後、2014年8月29日に新規参入が決定した。石川県プロバスケ設立準備委員会は、北陸スポーツ振興協議会株式会社として法人化。チームの愛称は一般公募により選ばれ、2015年2月4日に発表された。チーム名すべて漢字表記はリーグ初であるが、金沢、武士、侍をぜひチーム名に入れるべきという声が多く、シンプルかつ誰もが知っている親しみやすい名前であることも重視されて採用された。かつてはバスケットボールを通じた地域の人たちの健康づくりの場やファンとの交流拠点としてサム Z カフェを運営していた。キャラクターは加賀藩祖前田利家の幼名が犬千代だったことにちなみ、利家の兜をかぶって刀を携えた黒い柴犬がモチーフになっている。デザインには77件の応募があり、選考の結果、金沢市の女子大学生の作品に決まった。名称は一般公募によって決定。パンフレット、グッズなどにも使用されている。ディレクターはマヤ。スペシャルアドバイザーコレオグラファーは三田村真帆。メンバーはマヤ、マリコ、かすみ、千春の4名。2015から16シーズン初代ヘッドコーチには前、シーズンまで大分ヒートデビルズを率いた鈴木祐樹が就任。開幕2戦目に公式戦初勝利。ウエスタイカンファレンス12チーム中、首位をキープし、高松ファイブアローズに勝利した3月19日にプレーオフ進出が決定した。ウエスタ7位で出場した。プレーオフファーストラウンドはアウェーで、ウエスタ2位の琉球ゴールデンキングスと対戦し、2連敗で敗退した。2016から17シーズン2016年9月7日に B リーグに申請していた B2 リーグ参入に必要な準加盟申請が承認された。その後、2017年4月5日、B リーグ理事会にて、来季 B リーグクラブライセンスに関する最終判定が決議され、B2 ライセンスが交付されることが決定した。リーグ戦は、レギュラーシーズンで、初代チャンピオン。ファーストステージ、ファイナルステージを含めた B2 昇格決定のための総合成績は2位だったが、B2 の鹿児島、東京 EX がライセンス不交付となったことに、伴う処置として、2017から18シーズンの B2 昇格が決定した。シーズン終了後には、設立時からチーム作り等を牽引してきた鈴木祐樹ヘッドコーチの契約満了を発表。2017年6月1日には新潟アルビレックス BB でのアシスタントコーチ経験などを持つ堀田武史のヘッドコーチ就任が発表された。2017から18シーズン開幕前に新潟とプレシーズンゲームを実施。最終9に一時3点差に迫るも届かず、85から92で敗れた。92失点した守備を課題としたものの、粘り強い攻撃を含め、理想のスタイルが形になったことを見出した。シーズンは28勝32敗で中地区4位の成績に終わった。2018から19シーズン2015年に BJ リーグに参入し、2年目に新設の B3 で年間2位と健闘、3年目で B2 に昇格し、順調に駆け上がってきた一方、上位リーグに進むたびに増える毎年の参入金や、選手補強費が重くのしかかり、昨季まで2年連続で赤字を計上。2018から19シーズンも赤字になる見込みであり、シーズンが閉幕する今季の成績に関係なく、来季での B3 への降格が確定した。B2 ライセンスの更新は3期連続の赤字回避が条件だが、2018から19シーズンの売上自体は1億5000万円の見込みで昨期より約3200万円増えたものの、平均来場者数は約100人減の888人と低迷。売上に関し、純損益は赤字幅を減らしたものの1億円程度の損失になる見通しとなり、黒字を達成できない状況となった。遠征の手段は新幹線からバスに変更し、新たなスポンサーも獲得したが、赤字解消には至らなかった。4月9日に B2 ライセンス不交付が発表されたが、B3 でも継続審議に。5月末日までに来シーズンの B3 リーグ公式参加資格の審査と入会審査を行われた。その後運営会社の経営状況の毎月の確認や経営基盤強化のための対応等を受け入れることを条件に5月30日に B3 ライセンスが交付された2019から20シーズン堀田武史 HC が退任し AC の谷健志郎が新 HC に就任した。参加12チーム中最下位に終わった。2020から21シーズン谷 HC 体制の2シーズン目。BJ リーグゲーム差は内はプレーオフ圏との差をそれぞれ表している。最優秀、シックスマン、観客動員記録年度別観客動員記録、会場別観客動員記録北陸スポーツ、振興協議会に関するカテゴリー。ありがとうございます。